アパッチに燃料補給を行う兵士案、歩く -165 アスプッチ、電波妨害ポットを整備するアメリカ空軍兵病院船で医療活動を行うアメリカ海軍建設作業に従事する CB の兵種兵隊は戦闘地帯から見て後方の軍の諸活動、機関、諸施設を総称したもの。戦争において作戦を行う部隊の移動と支援を計画し、また、 実施する活動を指す用語でもあり、例えば兵団には物資の配給や整備、兵員の展開や衛生、施設の構築や維持などが含まれる。平坦という漢語の字には軍の中継点である。世界中で広範に使用される英語表記のロジスティクスはギリシア語で計算を基礎にした活動内視は計算の熟練者を意味するロジスティコスまたはラテン語で 古代ローマ軍あるいは東ローマの行政官、管理者を意味するロージスティカスに由来する。類義語としては戦闘支援、広報支援があり、これらに比べて平坦はより広い範囲を支持する概念である。ジョミニは戦争の理論を構成する三つの要素として戦略と戦術に並んで平坦を位置づけている。また、米国海兵隊将校のソープは戦争演劇に例え、 役者が立つ部隊を準備することが平坦の役割であると考察した。ジョミニアソープの説明は、平坦が軍事理論において補助的な存在ではなく、むしろ主要な地位を占め、軍事作戦の遂行を基礎づけることを示唆している。戦争のプロは平坦を語り、戦争の素人は戦略を語るという格言は、そのような平坦の重要性を端的に強調したものであると言える。 平坦研究の古典的名著にジョミニの戦争概論がある。戦争概論では、平坦が果たして戦争術の重要な一部門であるのか、または爆僚業務を総括する慣習的な用語でしかないのかという問題について検討がなされた。そして、平坦の本質的な要素が運動であることを確認した上で、運動の一つである行軍と行軍の経路となる。 広報連絡船の問題を通じ、兵艦が戦略との関係を明らかにした。クラウゼビッツは、軍事学の古典の白尾として知られる、戦争論の中で、戦場の部隊の運動を妨げる、諸要因を、摩擦として概念化した。ヒューストンのザシンス・オブ・オーは、第二次世界大戦における重要な戦略的決心の上で、兵艦の制約が極めて重要であったことを明らかに、した。 クレフェルトは、次著補給船において、戦闘部隊と非戦闘部隊との比に着眼した。戦闘部隊の比率が高さが、戦闘効率と因果関係を持つとの従来の理論を、否定し、適切な比率の導出が戦争の摩擦により困難で、あることを示した。必要なものを、必要な時に、必要な量を、必要な場所に補給することは、ロジスティクスの要定であり、 平坦任務を円滑に遂行する作戦地域と平坦基地との交通上のつながりを維持するために数理的、物性的、情報的な処理が求められる。これが広報連絡線、または背後連絡線であり、これは複数の平坦基地とそれらを相互に接続する道路、鉄道路、水路、回路、航空路で構成される。広報連絡線の結節点となる。 平坦基地はその平坦機能から戦略的、作戦的、戦術的な平坦基地に区分される。また、別の分類としては、平坦基地は、平坦地区司令部や平坦衛星所機関、その関連機関などが併設される。平坦基地、通常は、平坦地区司令部や出張所と併設される。平坦地、前線の作戦部隊に対して、最寄りの平坦基地である平坦松地と区分される。 場合もある近代以前において、平坦とは、食料や消耗品の局地的な調達と拠点の平坦基地の組み合わせで成立していた。アレクサンドロス3世が行ったマケドニアからインダスへ、至る長距離の遠征、また、ハンニバルが指揮した北アフリカから、イベリア半島を経由したイタリア遠征は、その典型的な事例である。しかし、体系的な平坦が皆無であったわけではない。 ペルシア・オークセルクセスは、ペルシア戦争でのギリシア侵攻において、大規模な戦力を派遣するために、後方の補給部隊を計画的に運用しており、また、古代ローマのレギオンは、各部隊が自己完結的な兵坦機能を備えることで柔軟な運用が可能であったために第一次ポエニ戦争では、およそ 26km を3週間という時間で、興奮した記録も残されている。 13世紀において、モンゴル軍が確立していた兵隊能力は効率的に組織されており、基地補給、局地補給、自己完結を駆使することで迅速な抗軍能力を発揮することが可能であった。それは、モンゴル軍は多数の騎兵部隊を保持しているだけでなく、野営生活を中心とする遊牧民の生活技術によるものでもあった。加えて、敵地侵攻の際には、 組織的な略奪によって消耗を補い複数の抗軍重隊に分かれて戦地に集合することにより速やかに行動することが可能であった。このような効率的な平坦体系によってモンゴル軍は 290km を3日間で移動する能力を備えていた。しかし中世のヨーロッパの軍隊は作戦行動を開始すると敵地での略奪や市場での 調達に依存していたために平坦的に不安定であった。特に工場船が長期化すると行為している軍の消耗を補填できるだけの平坦機能を確保することが困難であった。このような事態を避けるためにヨーロッパでの戦争ではしばしば河川での輸送と走行を組み合わせた平坦が実行されていた。中世までヨーロッパでは 軍隊は抗軍の途上や戦場において集団的な略奪を行うことによって局地的な補給を行っていたが、それは体系的に行われていたものというよりもその場の情勢に応じて応急的に実施されていた。このような状態が改善されるようになった背景には17世紀から18世紀にかけてのグスタフ・アドルフ、オラニエコー・マウリッツによる軍事革命の成功があった。 彼らはローマ軍の兵団組織を参考としながら、より合理的な兵団体系の確立を目指した。グスタフにより洗練された兵団体系の活気性として標準化が挙げられる。彼は戦闘部隊の装備や編成に手を加えてある特定の規格に基づいて標準化された家宝を砲兵部隊に装備させ、不評や機兵の部隊にも小規模な自己完結的な補給能力を付与した。 しかし、18世紀に戦場で行動する軍隊の規模の拡大、弾薬を消耗する火器の普及に伴って、広報連絡船の脆弱化と倉庫の配置の複雑化が進み、より抜本的な改善が必要となった。特にナポレオンは、自らの軍事戦略を実現可能なものとするために従来よりも、機動的な作戦行動を可能とするような兵団体系を開発した。 フランス軍はしばしば都市や農村に宿営して食料が安定的に補給できるようにし、さらに各部隊は緊急事態に備えて4日分の食料を備えて移動する補給部隊を組織していた。このような兵艦体系を確立したフランス軍は5週間に、渡って2万名の兵員を1日に 19km の距離を行軍させることができた。 しかしこれら組織的な補給体系にもかかわらず1805年の戦いでは総勢20万に及ぶ大陸軍の食料と会話を保持するには全く不足しており軍団は現地調達の必要性からドイツの最も豊かな地域を抗軍せざるを得ずまた整備はされていたものの少数の街道に軍団と補給部隊が集中したことから生じた大渋滞は 部隊への補給状況をさらに悪化させた。1812年のロシア戦役は、ナポレオン軍として最大かつ最も組織的な平坦部隊を蘇生したにもかかわらず、ポーランドやウクライナの劣悪な道路事情、現地調達の困難さ、軍機便乱による自軍補給部隊に対する略奪の発生、やがてロシアの気候条件そして、パルチザンによる妨害により崩壊することとなった。 19世紀から20世紀にかけて平坦に影響を及ぼす事件として産業革命が発生した。このことに関連して平坦市において近代という時代区分では大規模な戦力の動員、火力の増大、軍需品の生産手段に関する革新、人的または物的資源を組織的に管理するための体系的な方法の確立が特筆される。 このような平坦の近代化が顕著に現れたのは、アメリカの南北戦争とヨーロッパの不屈戦争においてである。通信と鉄道を通じて、従来にない数量の兵員や物資が戦場に送り込まれ、また近代の平坦の技術的基盤が形成された。第一次世界大戦が勃発すると総力戦とも呼ばれる大規模な総動員に基づいた平坦が実施され、 大量の火力が投入されたことで、所要弾薬の分量が増大した。そのことで軍馬に依存していた輸送は、当初は鉄道輸送に多大な期待をかけられシュリーフェンプランなどに積極的に組み込まれたものの、第一次大戦の先訓は自動車輸送の有用性を証明し、兵隊駅を供給基地とした補給戦略は最高を迫られることとなった。 さらに軍隊における兵舘部門の専門家が進み、世界大戦が始まるまでに兵舘に特化した機関や部隊が設置されるようになる。第二次世界大戦では長期的かつ大規模な兵舘が重要な役割を果たしており、アメリカ陸軍では年間で400万トンの弾薬を砲兵に供給し、150万トンが消火器として戦闘部隊に提供された。 平坦部門で扱われていた物資は90万種類にも上り、すでに開発されていた鉄道輸送だけでなく、海上輸送や航空輸送が計画的に活用されていた。平坦を管理するための方法にも、科学的管理や数理的方法の導入が進み、オペレーションズリサーチといった応用数学が用いられるようになった。郵便物を仕分けするアメリカ陸軍。 兵士船積み貨物を管理するアメリカ海軍兵士溶接作業中の特技兵補給とは部隊の物的な戦闘力を維持増進するために作戦に必要な物資を必要な時期に必要な場所に充足させることである。戦闘を遂行する上で求められる軍需品は量的に膨大であるだけでなく足したようである。しかも補給所要は日々の状況に応じて変化し、 また、限りある補給能力を効率的に活用しなければならない。これら一連の補給の問題に対処するために、平坦学では補給の計画的な管理と効率的な実行を追求する。輸送とは、ある地点から別の地点へと何かを移動させることであり、すなわち、作戦上、必要な部隊や物資を適時適所に位置させることである。輸送は、 平坦の基本的な機能の一つであり、迅速性と安全性を両立させ、限りある陸海空路の輸送手段を各種総合的に使用することが重要となる。しかし、輸送を行う上では、自然環境や敵による妨害、すなわち摩擦が障害となる。平坦学では、輸送は敵の攻撃や気象状況の変化などをあらかじめ想定し、計画に融通性を備え、 障害に対する必要な警戒や防護を準備する。整備とは、部隊の戦闘力を維持するために、装備の性能を完全に発揮できる状態、もしくは使用可能な状態に回復させる活動である。整備は、戦闘部隊自らが行う整備、整備部隊による、整備、外注による整備があるが、いずれも、作戦を遂行する上で必要な武器や、 兵器の稼働率を最大化するために行われる。必要とされている部隊に必要な物資を無駄なく供給するためには合理的な情報管理が必要である。交戦中においては敵の作戦行動による不確実性を考慮する必要があり、安定的な平淡線の確保はより高度な課題となる。敵に知られていたり予測されている物流計画は 格好の攻撃対象であるため、物流計画は重要な軍事機密であり、漏洩は防がなければならない。備蓄管理は補給活動を効率的に行うために必須であり、21世紀現在の大規模な近代型軍隊では IT によるデジタル情報ネットワークによってできるだけ無駄を省いた補給を行っている。軍事分野だけでなく企業活動においても、 ロジスティクスでの効率化のようは20世紀末の電子情報技術の利用であり、戦闘部隊の兵士や企業顧客が求めた物品がどこを輸送中であるかがいつでも命令とされ、無数の輸送コンテナの中身を調べなくとも電子コードによって瞬時に判明するようになっている。前線や核兵端歩からの注文の受領を行い、オペレーションズリサーチなど数学的手法を用いて、 各補給船ごとの運搬能力を最適化した運用計画や需要予測を立案する。物流計画は軍事、民生ともにおいて重要な内部情報であり、敵や競合会社に漏洩することは致命的な結果を招く可能性がある。補給すべき物資の質と量は各部隊ごとに異なっている。平坦船に対する攻撃に対処するためにも情報は、 重要となる。地形、地図情報や周辺領域や住民、ゲリラ活動の有無などの情報収集も重要である。ありがとうございます。